はい、どうもヒロです。じゃあ今回は普通にね、オンラインじゃなくて、普通にストーリーの方を進めていきたいと思います。で、今回は、次は M ですね。S じゃなくて M に変わったんで、ちょっとこの車をもらって、次は、じゃあ S の方へ行って、ああ、やばいやばい、降ろされる降ろされる降ろされる。ごめんよ。ああ、ドア取れちゃった。じゃあ M のところに行きます。だいたい方向的に向こうだからね。向こう行けばどっちどっち。信号待ちしてると時間かかりそうだから。ラジオ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 。こう左折。多い感じ。電話電話電話。あ、やばいやばいやばい。激しく突っ込む。ここ塗装屋がある。あ、車の改造ってどうやってやるんだろう。これ塗装屋？オート、レ、レ、カスタムって書いてある。インポンテルイナ。するか。字がでかい。車の修理。あ、これで車直せる。あ、お金ないし。108ドルしかない。これでアーマー、ブレーキ。アーマーが、あれだ。車壊れにくくなるやつだね。これブレーキ。ブレーキの効きが良くなるんだろうね。バンパー。おお。おお。すごいね。ドーンと出てくるね。オイルクラウンまでついて。あ、後ろがない。後ろ別？エンジンまであるよ。すごいな。車のゲームみたい。マフラー。これかっこいい。これいい。すげえ、これ。シャコタンマフラーって。竹槍だよ、竹槍。かっこいい。嫌だけど。ボンネット。あ、カーボンとかできるんだね。これカーボンだね。あー、なんかすごいな、これ。クラクション。いい。あ、フフ。あ、これいい。ミュージッククラッシュ。こんなんもあるんだ。これまさにあれだよね。さっきの、シャコタンマフラーみたいなのつけて、なんか 不良っていうか、暴走族に使えそうだね、これね。ライト。お、こんなんまであるね。細かいね。あ、ナンバープレート。あ、色が変わるんだ。これデザインだね。このホワイトニングブルーが。ペイント。あ、色変えれるんだね。なるほど。スポイラー。おー。羽までつけれると。ドラッグウィング。ああ、これ好きだな。これもいいけどね。でもなんか全部ロックしちゃうからね。あ、これ車高は下がる。なるほど。ロック解除しないとダメだよね。トランスミッション、ターボ。おお、ターボまでつけるのね。あ、ホイール。ホイールもいいね。変えたいね。そのうち。今お金ない。あれ。なるほど。スモークガラスとかね。リムジン。真っ黒だね。あ、こんだけだ。まあ、こんな感じだね。別にこれが目的じゃないけど、ちょっと気になったから行ってみました。じゃあ、気を取り直して。ん？え？ん？おー、セーブ？ いや。じゃあ、この歌、気を取り直して、M のね、とこ行って、ミッションやりましょう。車の改造もやりたいな。ハロー。メール？メッセージ？いや、無視、無視、無視。すごい、しか。あ、わかったわかった。ここあれだ。前回の時に、俺の車じゃない、これ。おお。これ前回来たよね、これね。車を回収に。
黄色い車はね。 M、 M こっちじゃない、あっち。う、え、コントローラーが見つかりません。なになになに、あ、あれか、コントローラーの充電なくなっちゃったよこれ。動画撮ってる最中にコントローラーの充電なくなっちゃったよ。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、びっくりした、何かと思ったか、うん、あ、ここに黄色いバッグあった、あ、びっくりした、何かと思ったかわざわざ一晩あれする必要あるのかね、何すればいいんだろう。マップがなくなった、あそこ誰か寝てる、うおー、何かと思った、あ、これあれか、あの昨日じゃないこの間車を送ってくれた人、送ってじゃないわ、車の中にいた人だねめちゃくちゃで言ってる飛ばしちゃおうかな、飛ばしていいよねあ、人変わった、アマンダの車で行こう。アマンダって誰、ジミー、父さん、何これか、あ、いるじゃん、言うとすんねえぞ。あ、なんか黄色いマップのあれが出てきた。予定変更。パシフィックブラフスに行けと。レッスンナンバーワン。何？です、ナンバーワン。危ない危ないよ危ないよ危ないよ。あ、この車見覚えあると思ったら、一番初めの時になんか2台選べって言った時に乗ったな、これ赤いやつね。渋滞、違う、着きました。あの青いのをかけるんでしょ、どうせなんかボートがどうたらこうたら言ってたもんね。フランクリンをヨットに近づけろ。危ない危ない、なんか横にボーンってなんか出てる。運転が荒いですね。おお、ひでえ、危ねえ危ねえ危ねえ、怖えよ。どうする気、どうする気、どうする気、危ない、うおお、危ない、落ちるよ。そう、車多いよ、危ないよ危ないよ落ちちゃうよフランクリン。追いついた追いついた、いけ、おお、さすがシネマモード。おお、頑張っとるね。繋がっとる、危ない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 あ、落としたこっちに投げる、あ、運転しなく、あ、ちゃんとついてきてるのね。なるほど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 、ちゃんとついてきてる。後ろにすげえボロボロの車が、黒いのが。危ない危ない、落ちる落ちる落ちる、落ちちゃうよフランクに、落ちちゃうよ。運転したい、撃て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 と、あ、あ、撃った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 、ヨット追え、危ねえ、後ろ走るの怖いよ。なんか煙出てないこれ、危ない危ない危ない、煙出てないこれ、なんかモコモコ、あ、さっきぶつけちゃったからかな、なんか
トラックにはめられてボコーンって。お、危ねえ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 、怖いねこれ。やべ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 、またあれする。ジミーの下で車を安定させろ。そこか。おお、急げ急げ急げ。ほい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 、落ちてきた。人が落ちてきた。あ、フランクリンも危ないよ。降りろフランク、フランクリン、フランク。あ、人飛んできた。危ない危ない危ない、危ないよフランクリン。降りてこればいいのに。フランクリン連れて帰った。追いつけないんだって。このトラック速そう。おー、速いよこのトラック。おい、こうやって視界変えれないのかな、視点か。前が見えない。トラック速っ。あ、なんかこれ、あ、え、すげえ遅くなっちゃった。これもアクセル全開なのに。チューニングショップ、さっき入ったよね、チューニングショップ。ロスサントスカスタム。あ、さっきのがそういう名前だったのかな。さっきのとこ行くのかな。さっき行ったばっかだよ。それでエンジンを直してもらうのかな。めっちゃ煙もくもくしてる。恥ずかしくないかなこれ。実際だったらすごい恥ずかしいよね、煙もこもこ出てる車で街中走るってね。しかもアクセル全開でこの一般市民の車をやっと抜かせるぐらい。遅いよ。あ、道間違えた。ちょっと中入っちゃった。あ、道じゃないここ。書いてた。止まりそう。なんか全然進まないよ。危ない危ない危ない。つまがって、つまがる。やべ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 。全然進まないよこれ。止まれそう。止まんないよね。なんか止まったから押せみたいなとか言われたらもう嫌だよ俺。700m。 あー、間違えた間違えた。あ、ここ、あー、トラックジャーマー。お、止まれそう。バックファイヤーから出た後の煙がね、真っ黒っていうね。いける、止まっちゃわないでよ。ここだ。あ、ここにもある。あ、さっきと違うじゃん。あ、止まっちゃった。あれ、あ、違う違うか。タクシーを呼び止める。お、タクシーだ。水色と黄色ってなんかすごい色してるね。ロサンスとロサ、ロスサントスカスタムへようこそ。あー、なんかさっきこうもうやっちゃったよ。なんかいろいろ説明してくれてるけど、あ、そうそう、なんか手配度とか手配されてる時に中入って色変えると手配度消えるんだよね。ウーバーマフとセンチネルクーペ無料。無料じゃん。お、治った。でいいの、終わりこれで。
何を考えるの？スポイラーを変えるのって言ったっけ、さっき。全然見てなかった。どっちがいいかな。これもなんかついてるかわかんないよね、これね。リップスポイラー。ローレル、仕方ないな。え、どうしよう。どれがいいのかな。せっかくだから、もう分かりやすいのがいいよね。これでいいんだよね。まあ変わんない。あれ？あれ閉めれないのこれ。ああ、閉まるじゃん。これほんとすごいよな。おー、いいね。一見オープンカーじゃないもんね、これ。うん、わかんないよ。これでどこ行けばいいんだろう。ひとまずこの黄色いマップの黄色いところに沿ってまた走っていきますね。あー、せっかく直したのに信号機ぶっ倒れて。危ない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 。これを左に、次を右に。危ない危ない。直進。車直したから速くなった、スピードが。左斜め、斜め左。やばいやばいやばい。おお、怖え。あ、こうやってなんかさ、痛い。さっきのマイケルの家じゃない、これ。そうだよね。到着。お、超ギリギリ。窓ガラスがバリバリやな。やつとか飲みに行くのはどうか。あー、飛ばしちゃった。つい飛ばしてしまいました。新たなやつなくてないけど、ミッションコンプリートですね。スピードレスキュー。はい、はい、じゃあ今日はこの辺にしておきます。次回も、次回もまたオンラインじゃなくてミッションの方を進めていこうと思うので、ぜひ次回も見てください。では。